外食チェーン大手のサイゼリアは今日、東京都内の1店舗と神奈川県内の2店舗で、先月18日から21日に提供したサラダにカエルが混入していたと明らかにしました。調査の結果、カエルは神奈川県内の工場で加工したレタスに混入していた可能性が高いということです。サイゼリアは再発防止策として、 レタスの外側の葉を1枚ずつ剥がして点検しているとしています。